共有をククリックします。画面を下にスクロールし埋め込みコードをクリックします画面を下にスクロールし埋め込みサイズを選択しますカスタムでサイズを設定することもできます この埋め込みコードを任意で作成した HTML に貼り付けます。動画がうまく埋め込めない場合は、以前の埋め込みコードを使用するのチェックボックスにチェックを入れ、こちらの埋め込みコードをコピーして、HTML に挿入します。このように、 ウェブページに動画を埋め込みます。HTML の編集には専用の編集ソフトやテキストエディターを使用してください。